Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ小屋。皆さんこんばんは。7月5日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ小屋お送りいたします。今日からですね、王子がですね、このオープニングでリスナーさんの名前を叫びます。今日第1回目はなちこさん、いつもありがとう、ありがとう、サンキュー、非常にマスクマンです。はい、今週から始まりました浴衣ウィークでございますので、もちろん私たちメンバーも変身ですね。変身、はい、あ、そうそう、浴衣と。ジンベイ。ジンベイね、うん。そういう方とジンベイ来てますよ。はい。ということで、ツイキャストをご覧の皆さんは、目でも楽しんでください。ミソニコミスキーと。いやー、久しぶりにこのジンベイ、普段着ないんですけども、なかなか何、脇のあたりはスースーするんだなと思って。いや、でもいい感じじゃないですか、スースーするのは。脇のあたりがスースーって、どんな表現？ダサでございます、はい。はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマは、香り。今週のテーマは香りです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今週もどんどんメールを紹介していきたいと思います。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ小屋。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。先週のですね、長いでテーマできています。はい、あそこが長いダンサーズさん、あそこが長いみそにさん、あそこが長い王子さん、こんばんは、品場もろともです。あそこが長い、あそこが長い、あそこが長い、これどういう意味なんだろうね。話が長い人っていますよね。起承転結ってよく言いますが、とかく仕事の現場などでは起承転結ではなく順番が反対だったりします。社会人になって20年を行ったり来たりしてますと、その癖がついてしまって、プライベートの会話でもついついで、つまり何、要するに何と結論を求めてしまいます。ただこれ女性には絶対使っちゃダメですね。ついやっちゃうので相当怒られます。でもね、長いんですよね。エンドレスにうんうんと言える大人になりたいですね、ということでございます。なんかいろいろこう、何っていう、こう聞き返すっていうか、そういうことを何度もしちゃうってことかな。それ何それ何っていうと、なんか女性なんかだとこの人うざいなみたいな、そういうふうに思われがちってことなのかな。王子はあんまりそこまであれですね、全部聞いてからそれは何っていうタイプですからね。
うん、途中で何っていうような相づち入れるようなタイプではございません。うん、そんな感じ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではメールいきますね。はい。銭形警部さんからです。はい、ありがとうございます。長いといえば、沖縄が本土復帰以前から高校野球に出場し、平成11年の選抜高校野球で、沖縄尚学高校が沖縄県勢で春夏通じ初優勝したときに、まさに長い間待っていた優勝でもあり、偶然にも選抜高校野球の入場行進国に起用されたのもキロロの長い間だったため、沖縄尚学高校が優勝したのもキロロの歌の通りになったことと、甲子園の観客全員がウェーブをやったことも印象に残っています。そして11年後には春夏連覇、夏の甲子園は県勢初の興南高校の優勝も感動しましたということです。うん、すごい。テーマもちょうどキロロさんの長い間だったんですね。そうだね。あの甲子園で流れる、ね、あの曲は、うん、結構皆さんね、うん、覚えてること多いですね。そうですね。やっぱり印象に残りますよね。そうですね。特に甲子園出られた方はね、絶対覚えてると思いますんでね。うん、ね、なんか、あ、甲子園のあの時の曲だって私たちでも思いますもんね。そうです ね。うん。なんか思い出しますよね。ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、こちらも長いできています。王子みそさん、ダンサーさん、こんにちは。あんこの翼、あんつばです。ありがとうございます。愛知県など内地では平成より、あ、ごめんなさい、平年より20日以上早く梅雨明けした模様の発表がありましたね。沖縄は例年だと梅雨入りして1週間経って晴れ間が出てまた雨が降りまた晴れての繰り返しですが、今年の沖縄の梅雨は雨の日が続き本当に長かったですね。来月自分はビーチパーティーに誘われていますが、王子はビーチパーティー参加したことありますか、ということでございます。あの王子何年か前にね参加しましたね。参加しましてね懐かしいですね。宜野湾のトロピカルビーチでしたっけね。うんうん、ちゃんとね、服着てるのにもかかわらず海にぶち落とされるっていうね。ねえ、うん、まあ、その後私のスマートフォンの中に、ね、あの時の写真が残ってて、うん、なんか王子が半分お尻が出た写真がなんかずっと保存されてるんだけど、とってもプリティでしょ。まあ後ろでよかったよね、前じゃなくて。前はまずいでしょあれはね、どういうわけかです ね。本当に海に、ね、ぶち起こされてね、替えの服がないっていう感じだったんですけどね。うん、またまたあの王子の可愛らしいお尻が出ちゃったんかななんか夕日に照らされてる写真でしたね。それまたみそちゃん撮ったんじゃないの。いや、王子の後ろ姿を撮ったんだよね、きっと。私も結構マニアですね。ね、とりあえず後ろからの写真しかないです。はい、ありがとうございます。那覇のしんちゃんさんからです。ありがとうございます。長いですが、これちょっと先週にいただいているのでちょっと時間があれなんですけども、沖縄に来て気づいたのですが、特に今の時期太陽に出ている時間が長いです。太陽が出ている時間が長いので得した気がしますということです。うん、うん、ね、そうだね。おそう、そうなんですよ。なんか石垣島とか本当に行くと、うん、なんか夏ほんと7月の上旬とかは、うん、なんか本当に7時、いや8時前までね、明るいんですよ。8時ぐらいまで明るいんじゃないですかね、うん、確か、うん、長いこと遊べちゃうよね。なんか、うん、確かになんかちょっと得したような気分になりますね。うん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 、そうです ね、うん、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ついでですね、こちらも、長いできています。はい、岐阜の8人のババアからです。ババアババアバだよ。王子滑ってます。そうだよね、バーバですね、ごめんなさいね。ひどいよ。いや、ちゃんとあれ、ヤスさんのポン出し登場しちゃったよ。あ、そうですか。またあれじゃないですか、ギュッとくるじゃないですか。王子滑ってます。ありがとう。沖縄大好きさんがデイジ失礼って書いてある。ごめんね。マシュラキアンデさんもこらこらって。ごめんね。はい、2019年に、中国武漢市で発症のニュースを聞いたときは他人事みたいにそれほど心配していなかったです。翌2020年に
世界各地で感染者が増えても、まあそのうち収束するでしょうくらいにしか考えていなかったのに、2022年の今年にも収束の目処が立ってないですね。長いですよね。あ、もうこれコロナの話ですね。今ではマスク生活にも慣れ、スーパーに入るときマスクを忘れて車に戻ることもなくなりました。海外からの入国の規制も緩和されましたね。以前は沖縄行きの飛行機もガラガラでしたが、今ではほとんど満席でコロナ慣れしてきた感じがします。それも一日も早く元の生活に戻ってほしいですよね。旧名古屋もマスクなしでお話できるようになるといいですよね、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご本人から今ツイキャスでごめんね、いやいや、そう、ご本人ババアでもバーバーでも大丈夫ですよ、ごめんね、失礼いたしました。ですね、失礼よ、ね、目で見てね、口がそう言っちゃいましたね。失礼いたしました、ありがとうございます。おだまり、思春期の子供じゃないんだからさ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これちょっとテーマとは違うんですけれども、南国パイナップルさんからです。初中お見舞い申し上げ様、突然ですが母親と二人暮らし、一致喧嘩になります。例えば衛生管理に関して、冷蔵庫がシャレにならないくらいに、もう疲れる、打開策などあればということです。ん、なんかやっぱりきっと、お母さんと一緒でに住んでらして、やっぱりいろいろなことでこう意見が合わないとか考えが合わないとかっていう、まあ例えばそれがちょっと冷蔵庫の中の話だったりとかするんでしょうね。まあ、誤解って、まあ、いろいろですね。なかなか難しいですよね。まあ、ありますよ。ね、もう、夫婦で住んでてもいろいろありますし。ありますよ。法人とかは大丈夫？放置プレイですから。そういう会話もございません。まだこうやって喧嘩をするだけいいのか。仲いいって言うじゃないですか。うん、私のところは。喧嘩はしない。喧嘩になることがありませんね。まあ、大体こう、目合わせて、お前は誰だみたいな顔で、こうね、すれ違っていくっていうパターンが多いですのでね。まあ、大体今日もお家から出るときも、誰も気にせずに、どこに行くとも言われずに、こう出てきましたけども、なんか本当にね、空気ですね。いい感じですよね、空気。そういう存在でございますんで。それで満足なんですか？もうそれが長いですからね。これがもう普通になっております。大丈夫なんですか？大丈夫ですね。あ、そうなんですね。ただまあいつも言うように、はい、一歩違う世界に行くとね、パラダイスが待ってますので。ん、ね、イミグレさんがなんか焼き土下座案件って書いてある。ん、ああ、さっきのこと。ああ、さっきのことか。失言ですね、さっきのこと。失言ですね。うん。まあ、失言ですね。まあ、高坊さんがね、他人事じゃなくて人事ですねって。あれ、なんかあった？そんな人事のところ。まあ、よくそういう間違いがありますので、で、大体、このね、開き直りなんなん？いや、だからいつも言うじゃないですか。振り方打っとかないとわからないんだから。本当に、で、ちょっとしたこと。確かに、いつもね、下読みして振り仮名打ってるけど、そう。その振り仮名も。間に合わない場合がありますからね。そうなん。てか、まあ、自分で振り仮名打ってるから間違えてるよね、多分。多分、それもありますね。だから振り仮名も間違ってるんじゃない？振り仮名が間違ってる。そうだね。だから、それを皆さんで、こう、指摘していただけるとね、とっても勉強になりますので。開き直ったぞ、はい、開き直ってないよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。メール大丈夫ですか？あ、どうぞどうぞ。はい、長いのテーマでまだお願いします。はい、はい、はい。長いのテーマは、もう終わりました。じゃあ、みとちゃんあります。じゃあ、今週のテーマでいきますか？はい。じゃあ、代わりのテーマでいきますね。はい。はい。ラジオネーム、マロニゲさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、香り。あ、久しぶりですって、そうですね、久しぶりですね。テーマ香り、好きな香りありますよ。それは柔軟剤なんだけど、とってもいい香りだったんだけれども、最初に使用してた時よりも使用し続けてたら、最近柔軟剤の香りがしなくなっちゃって、なんでって思って Google 先生へ、そしてあれやこれやと情報が舞い上がってまして、ベランダに洗濯機がある場合、
洗剤や柔軟剤は外用のラックにしまいがち。すると高温で柔軟剤の香りが薄れていくことがありますって。じゃあどうしたらいいの？着ている服のあのいい香り再び現れて。皆様良きアドバイスを。あ、洗濯槽は月1で洗浄をしてますよって。おー、あの海外のねそういう柔軟剤とかってあるじゃないですか、うん、ちょっと匂いきついですけど、はい、あれとかすごい長持ちするみたいですね、はい、でも私このマロニゲさんのメール読んでて思ったんですけど、はい、あのおそらくその沖縄でこう保存しているとやっぱりその高温にさらされるから、うんうんうん、でしかも外用のラックだからお外に多分保管してらっしゃるんですよね、うんうんうん、ね、だからきっと香りがなくなるからちょっと使う分だけちょこっとだけね、あの置いといて、あと残りのものはお家にしまっとくとかの方がいいのかもしれないですよね。うん、まあだからそうね、やっぱり高熱でちょっとずつこう、ね、なんか変化してくるかもしれませんね、うん、少しずつ補充するとかね、詰め替え用は室内に置いといてとかの方がいいのかもしれないですね。まあそうですね、まあ王子もこう暑いところにいるとね、どん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 頭の中が変化しますのでね何言ってるかわからない場合がねよくありますんで危険だ危険だ危険うん、気をつけてね。そうですね。はい。うん、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは。こんばんは。こんばんは。女性のうなじから香るシャンプーの香りが大好きなシュープリームです。結構マニアだよね。え、マニアなのかな。だって、うなじですよ。あ、そっかそっか。うなじって、こう、なかなか近づかないと、うんうんうん、こう、ね。これもしかしたら、ね、キャバクラの話かな。こうキャバクラなんかだと、こう、寄せ、ね、隣に女性がつきますんで、そういうこともできるということでございますね。はい、そういう解釈なのかな、はい、マニア。はい。暑いこの時期、はい、そそる香りといえば、うなぎを焼く香ばしい香りは、たまらんち会長ですよね。うん、いいですね。懐かしい、このギャグなんだろう。よくうなぎ屋の煙だけで白米2杯食べれると言いますが、間違いなく1杯半は食べれると思うんですよね。ああ、そうですよね。1杯半食べれるならね、2杯半もいけるかな。うん、そんな僕は、明日から夏山生活なので、精をつけるために土用の丑の日より一足早く、昨日うなぎを食べました。いいですね。あ、王子。チュラカギな女の子の。あ、チュラカギね。チュラカギな、これってどういう意味？綺麗。あ、綺麗。美しい。あ、人さんです。女子のうなじと、浜の子さんのうなぎ、どっちが好きですか？それは言われなくてもわかるでしょう。うなぎでしょ？え？はい、ということで。はい、はい、ということで、はい、CM の後も、はい、メール紹介します。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。
ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年、サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？1人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。なんかね、ツイキャスがですね、はい、あのさっき王子が漢字を読み間違えたからですけど、カタカナが、ね、すごい飛び交ってて、なんか面白い感じになってて、うん、でも葛飾のちんさんが全部カタカナはちょっと読みづらいかもってまあそうですよね、ちょっとこう ね、まあ読めないことないですけどねしかしですね、うん、あの今からご紹介するね、このメールの方はね、うん、素晴らしいですね。何、はい、あの全てにね、あの振り仮名が振ってあります素晴らしい。あら、本当とってもお優しいね、これね、うん、あのメールでございますよ。はい、はい、シナバの5番です。あ、これシナバもろともさんですねはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お三方こんばんは。こんばんは。香り、はい、こんばんは。香りと言われて思い出すのは、自分と同年代の男性なら共感してもらえると思うのですが、中高生時代のバン16の香りと、20年ぐらい前の CK1 の香りです。あ、これちょっと高級なあれですね、あの香水ですね。いずれも同年代の女子がつけていたフログレンス。あ、これ女性もつけてたんですね。香水ではなく爽やかなレモンの香りがするものを女子がよくつけていて、当時奥手だった自分は、ああ、これが女子の香りなんだとドキドキしていたのを思い出します。大人になると香水をつける女子が増え、その中でもカルバンクラインというブランドの CK1 がとても甘い香りで、これまた当時の自分がメロメロになってしまいました。お三方は香水つけたりしますか、ということでございます。ただですね、なかなかこの全てにね、振り仮名が打ってあるとね、どこをどう読んでいいかね、わからなくなる場合がございます。ちゃんと読みやすいように、ちゃんと書いてくださってるのに、うん、また王子はその文句つけるの。今日あのね、何ですか、せっかくやって、そうあのね、振り仮名してる。これね、振り仮名まで一緒にね、読んじゃいそうだもん。漢字を読みながら、そのもう一回読んじゃう。そうそう、隣にね、振り仮名が打ってあるから、また読んじゃいそうなの。めんどくせえな、もう。ちょっとね、もう。ね、それぐらいね、この優しいね、あのメールでございました。あの、王子もね、うん、あの、カルバンクラインの香水はね、あの、つけてますね。うん。うん、あの、よく、あの、いい匂いって言われることがありますけども、うんうん、まあ、普段がですね、汗臭くてしょうがない。まあ、加齢臭もあるのかな。うん、ね、ダンサーズね。加齢臭はありますよね。いや、ちなみに僕は、仕事の時だけつけてますね。うん、このダンサーズ、おしゃれ、本当はね、すっごいおしゃれなんですよね。なかなかね、いい香りするね、シュッシュつけてますよ。ね、こだわりで、ね、うん、はい。はい、ありがとうございます。フルムイカリさんからです。はい、ありがとうございます。香りのことを、内縄口で、カバとかカジャとか言います。私の好きな香りは、車の柔軟剤に定番だと思われる、青色の液体のスカッシュです。
いかにも80年代風の爽やかな香りですよ。当時からずっと愛用しています。子供たちからは古いと言われています。もしかして若い子の感覚ではじじ臭い香りになっちゃってるのかなと思ってしまいますが、今さら好きな香りを変えることはできないなということです。うん、なんか車の芳香剤もね、うん、こう車の香水みたいなのもいろいろね、うん、ありましたね。新車の香りですか？いろいろありますよね。うんうんうん、ああ、ありますね。ポピー？ああ、ありましたね。ポピー？ポピー？うん。車の香り？あの車のやつ、うん、車のその芳香剤、うん、そうそうそう、ポピーっていうのがあったんですけど、うん、今もあるんかな？うん、なんか昔のってちょっとこう、うん、匂いがきつくてね、車の中に乗ってるとこう、うん、ちょっと気持ち悪くなるような場合もあったんですよ。でもね、子供の時はね、逆にそれがトラウマだったりとかしてたな。うん、で、やっぱりこう普段ね、うん、この香水とかね、そういうデオドラントをやられてない方が、うん、あの匂いをね、嗅ぐとね、ちょっとこう、うん、臭いっていう風に思われる方もいますね。うん。うん、あ、普段つけてない人だとね。埼玉の郷さんが、うん、オール阪神、んオール巨人阪神さんがやってたでしょ。そうです、そうです、そうです。やってましたね、そういえば。そうなんですよ。はい、はい、はい。懐かしいですね。懐かしいです。うん、はい。はい。ということで、あと5つですね。はい。はい、いきますね。はい。あんつばさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。平成31年4月13日に開催された島酒フェスタに初めて行った自分、夕方にダンサーズさんも出た利き酒大会に参加した自分ですが、はい、とりあえず匂いでは残波黒は飲んだことがあるので、最初に匂いを嗅ぎ分けましたが、鼻炎なので、残波黒は何とか分かりましたが、残りの2本は同じ匂いで分かりませんでした。飲んだら余計に分からなくなり、1回戦で敗退し、うん、ダンサンさんに負けましたということです。あれ、私4位まで行ったんですよ。ねえ、でも、うんすごい、商品は3位からだった。そうだね。残念。そう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 。そうだね、はい、ということですね。ということで、はい、はい。はい。エンディングですね。エンディングです。はい。来週のテーマは道路、道路、道路、道路。来週のテーマは道路です。お気に入りの道路、高速道路の話など道路エピソードをお送りください。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっしゃ芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中。福田康之フリージャの花。ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村。アートワークウェブサイト FMJG 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和。自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト。名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。高級木材のご用命は名古屋中川名木。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。ツイキャスもたくさんね、うん、来てますので、またね、あの、おまけのコーナーで紹介したいと思います。はい。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい。閉店。ガラガラ。あら、あら、あら、あら。Thank you.